見されてないポケモンが登場します。家族の深い愛の物語で感動してください。皆さんで仲良く見に来てください。お待ちしてます。豪華声優陣で映画版ポケモンスタート。夏休み映画が一斉に公開された先週末、世界中から注目されているポケモンの最新作も全世界に先駆けて日本で公開。舞台挨拶に立ったのは日本語版の声優と歌を担当しているこの方々。テレビで見るだけでは全然分からなかったんですけど、セリフ以外にも走ってきた時の息遣いだったりとか、そういう細かいことがすごく難しくて、もう本当にいい経験になったと思います。すごいピカチュウにこう顔のなんかパーツの並びが似てて、うん、なんか可愛いなって親ばかしてます、はい。